こんにちは、今日はですね、大和道のアルファハラマキご紹介したいと思います。この冬はですね、ずっとこちらのハラマキを使ってきました。気温域にするとマイナス5度から、プラス5度ぐらいの範囲内ですね。風が冷たい日は、登山以外にもランニングで使用しておりました。結構、僕の住んでるところは風が冷たくてですね、強いので、ほぼ走ってても向かい風だったりするのですが、そういう時はね、この腹巻きを巻いて走っておりました。とてもこの腹巻き冬で大活躍してるんですが、よく考えると年中通して使用できるんじゃないかなっていうふうに思いましたので、久しぶりに自分の中でヒットした、こちらのアイテムになります。それをね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、もともとお腹が冷えやすくて、夏であっても発汗することで冷えやすかったりするんですよね。例えばね、夏の気温30度だったりしても、汗をかいてしまうと体温が奪われてしまうので、お腹に手を当てるとわかるんですけど、結構お腹冷えてたりします。特にマラソンを始めた時からですね、お腹が冷えやすい体質っていうことで、走ってる間もですね、薄手の、水野とかから出ている、濡れても、冷たくならない素材の腹巻き、もっと薄いのをね、使って走ったりしてました。実際にね、自分で手で触ってお腹冷えてるなっていう感覚と、内臓がね、冷えてるっていうのはちょっと自分の中で違ってたりするんですけれども、どちらかが冷え始めると、そこからね、もう片方の方も冷えてしまうっていうことも、ありました。で、マラソンのね、トレーニングを、ずっとしてた時期がありまして、そこで、年中通して、走り込みを行うんですけれども、中にはね、ずっと元気で、いることは難しかったりします。追い込みすぎてね、体調が、悪くなったりとかですね。他にもいろいろあったりするんですけど、特に自分が一番気をつけてきてたっていうのは、体調管理の部分です。で、特にね、走って、膝が痛い、腰が痛いとか、そういう故障予防も大切なんですけど、それよりもね、お腹の部分、あとは内臓機能を低下させないっていうことは、すごく重要にしてました。お腹が冷えるとですね、血液の循環、疲労物質の排除をですね、できなかったり、あとは食欲が不振になったり、規則正しい、あとは排出ですね、できなかったりします。ね、冷えてると風邪や、熱も出やすいですし、筋肉とか骨のね、故障、あとは疲労が抜けなくて蓄積していくことに直結してたりしました。ですので、サプリメントだったり温かいものを飲む、で、冷たいものはね、極力避けたりとか、あとはお風呂で、温冷浴を繰り返して、血液の循環を良くしたり、とにかく、筋肉も含めて内臓を、冷やさないことに気をつけておりました。登山を始めてからも、まだトレーニングとかね、オフからシーズンインする時のね、どういう感じで入ったらいいかとか、補給類とかもまだ模索中なんですけど、やはり、この冬ですね、ロングトレイル歩いてみて、気になる点もお腹の冷えでした。例えばですね、ハイクアップして、稜線や休憩時、あとはね、風の強い時とかはね、ウェアのチャックを開けたり閉めたりしながら、換気して、蒸れを防いだりしたんですけど、お腹は結構、その換気って難しかったりするんですよね。特に、登山は標高が上がっていけば、上がっていくほど、汗びえを起こしやすくなりますし、それはね、夏だろうと、気温が高くてもね、あとはメリノウールのウェアを着ていても、それは関係なく冷えてしまっていたので、悩みどころでもありました。そこで気になっていたのが、こちらのアルファ腹巻き、だったんですね。なので、とりあえず使ってみようかなっていうことで、購入しました。でですね、こちらの、まず素材からなんですけど、
ポーラテックアルファダイレクトっていう素材を使っております。でですね、僕今回ポーラテックのこちらのアルファっていう素材を使ったのがちょっと初めてでした。正直まあ気になってはいたんですけど、まあ、どうなのかな、そんなに変わるもんなのかなっていうのが実際まあ考えてて、まあ、とりあえず今までもなんとかなってきてたので、これをあえて使う必要があるのかっていうところはちょっと考えておりました。でですね、まあ今回腹巻きは必要だったので、まあ、素材がたまたまアルファだったっていうところでしたので、まあ、使ってみて非常にびっくりしました。まあ、本当衝撃的でしたね。まあ本当巻いた瞬間からすぐ暖かさを、まあ、一度感じます。でこの冬のロングトレイルでも、まあ、ずっと使用してきました。まあ、暑く感じても稜線は風が冷たいので、まあ、腹冷えを起こすのも怖いんですよね。腹巻きしていた状態でハイクアップして、あ、暑いなと感じて脱ぐんですけど、その脱いだねことで腹が冷えてしまうっていうところが、まあ、怖くて、まあ、結構ねずっとつけておりました。ハイクアップしててもですねずっとつけていたんですけど、まあ中見てみると結構汗で外側のこの青い部分ですね、まあ、濡れてたりとかもしたんですけど、中のねアルファダイレクトの部分は、まあ、冷たくなったりとかもせずですね、まあ、その保温の状態をキープしてくれてました。でそこでね風の冷たい稜線をしのぐこともできました。で日が傾いて気温が下がってくると、そこからねもうあとはね下がるだけなので、翌日のね昼までずっとつけっぱなしとか、気温が上がるまではそんな感じでやっておりました。特に、伊豆山稜歩道なんかはずっと寒くて、まあ、天城に入ってもですね寒くてですね、とずっとつけてましたね。そのまま、伊豆降りて電車乗ってもですねずっとつけておりました。とにかくね、ちょっと寒く感じた場合はすぐ巻くような感じでやっておりました。では、次にですね4つの気になるポイントをお話ししていこうと思います。まず1つ目、こちらのジップのポケットがついているっていう点ですね。ここね本当に素晴らしいんです。もともとね物を入れるっていうところもあると思うんですけど、まあ、別の使い方もありまして、自分の場合はここに北海道を入れました。で、まあ、十分これでもあったかいんですけど、特に、テントの中とかね寝てる時なんかは、まあ、寝てれば体温下がっていきますので、保温をねなるべくもっと強くしたかったっていうところで北海道を入れました。で、まあ北海道を入れるっていうのはきっとこの冬の期間だけになるかもしれないんですけど、まあね、テントを張ったらすぐジップを開けて、まあ、北海道ここに中に入れて貼るようにしておりました。でですね、ここのジップ中もね、いやこの裏面と同じでアルファダイレクトポケットの開けたところもなってます。でこっちが外側ですね。で自分の場合はね春北海道、まあ、このサイズに合うような大きいものを、貼ってで閉めてで巻いて寝てたんですけど、翌日のですねトレイルが終わって、まあ、帰り道ですね北海道、外そうと思ってですね、なんかこうやって開けて剥がそうと思ったんですけど、まあ、春北海道なのでかなり、毛が抜けちゃいましたね。ということもあり、次の時はね、ちょっと小さめのしかなかったんですけど、貼らない北海道つけてみたんですけど、例えばこうやって、貼らない北海道入れてですね閉めて、まあ、このような状態で、ね、歩いてます。そうするとねこっちの下側に偏ってしまって全体的にあったかくはならなかったんですよね。なのでそういった部分でちょっと注意ポイントとして、まあ、大きさだけだとちょっとね中のその北海道の素材が偏って結局下に落ちてくると思うので、まあ、これからそこの部分の工夫は必要かなって思いました。
はい、では2点目です。自分に合うサイズ選びがちょっと難しいなっていう点ですね。私が選んだのは M サイズになります。自分の選んだサイズは M サイズなんですけれども、まあ、時々 S でもいいかなって思う瞬間があったりします。例えばですね、朝と夜、あとは行動中でも、まあ、歩いてるだけでウエストが結構変わりやすいんですよね。でね、結構足のむくみとかもシューズサイズ変わったりするんですけれども、まあ、ウエストはね、特に結構変わります。で、まあ、巻き直す必要があって、それはそれでいいんですけれども、まあ、ウェアをね、何枚着てるかでもサイズは変わります。サイズ調整のね、できる幅が少し M サイズだと足りなくて、M でしっかり留めても、まあ、時間帯によって緩くなっちゃったりします。あとはね、ちょっと濡れたりとか、蒸れたりしてくると、生地がね、まあ、寄ってきちゃって、こうシワになって、全体的に広くじゃなくて、こうやってちょっと細くなったりとかして、保温力が下がったりしちゃうんですよね。でですね、多分ここの部分だと思うんですけど、ここがね、もっと広ければ、ここから先、ここじゃなくて、ここで止めることもできるんですけど、止める場所がね、この範囲しかないんですよ。なので、ここからここまでしか止められなくて、この先は止められないんですよね。そこがね、結構、本当はこのもう一枚分ぐらい止められたら、自分にとってベストサイズなんで、もしかしたら S でね、こんぐらい目いっぱいに使うっていうのも、まあ、ありなのかなっていうふうに思いました。ですので、極力、まあ、ウェアを重ねた上に、つけるような感じにして、まあ、今のところサイズ調整を行ってるんですけど、もしかしたらね、S サイズでも良かったかもしれないし、まあ、ここの部分さらに貼り付けられるように、まあ、自分でこういうものを、細工してですね、まあ、補ってセルフで作っちゃうっていうのもありかもしれません。はい、では3つ目です。お腹だけ保温することができるっていう点ですね。まあ、登山してて出発する時とかそうなんですけど、若干寒いんだけどお腹を温めていればなんとかいける温度域っていうのが自分にはあります。で、まあ、歩いてるうちに自分のね、体の体温も上がってきて、ちょっとね、ダウンをすぐ脱ぐっていうパターンが結構多かったんですよね。で、これから歩くので、下山ではない限り、稜線のアップダウンになると思います。で、冷えたりするのが結構下りが多かったりするんですよね。なので、まあ、バックパックを下ろして脱ぐか、まあ、バックパックを下ろしてもう一回着るか、でね、また登り返しになると汗をかいてまた脱ぐっていう作業を、しなきゃいけなくて、結構ね、それが手間だったんですよね。まあ、ルートの様子ちょっと見ながらですね、まあ、寒いんだけど着るかどうか悩むなーっていう時は、とりあえずまずこの腹巻きを巻いてですね、もしそれで寒かったら、まあ諦めてバックパックを下ろすっていう、ワンアクションが入れられるようになりました。これはね、かなり大きい点だなって思います。はい、では4点目です。こちら手軽に持ち運ぶことができます。で、重さがですね、 M サイズだと 53g になります。で、携帯性もね、結構良くて、もうほんとこれぐらいに小さくなったりしますので、あとはね、まあ、ここが、ね、いつでも取り外せるような形になってるので、まあ、自分なんかはショルダーのね、ハーネスに巻きつけたりとかして、まあ、いつでもつけたり外したりできるような感じで装備しておりました。で、まあ、春なんかは特に、起こりそうなんですけど、まあ、シェルだと暑いけど、まあ、ダウンだともっと暑い、インナーだけだと寒いんだけど、まあ、シェルは着ないでね、歩きたいっていう時は、まあ、インナーの中に腹巻きをこちら巻いてですね、で、インナー1枚で歩いちゃうっていうことも可能じゃないかなって思います。で、実際ね、この前も箱根の外輪ですね、金時山から降りてきて、で、気温はね、10度近くまで来てたんですけど、風がね、結構もう日も傾いててちょっと冷たいなっていう時は、まあ、ドライレイヤーに、中に腹巻きをですね巻いて、で、その上にまあインナーのロンティーを着てですね、渋沢へ向かって歩いていきました。で、その時はね、結構快適だったので、
そういった使い方もできるのかなって思いました。ではですね、以上で、ご紹介を終わりにしたいと思います。久しぶりにですね、個人的にもうめちゃめちゃヒットしたアイテムなんですよね。かゆいところに手の届く、まあ、素晴らしいアイテムじゃないかなって思いました。同時にですね、アルファ素材を初めて使用してもうほんと衝撃でした。まさかね、こんなにすぐ温まったりとかずっと保温してくれるっていうのは、まあ、衝撃的で素晴らしい素材だなって思います。これまでね、さっきも話したように厚着するか、まあ、河川のダウンを着て、あとはねシェル着て済ませてたりしてたので、同じね大和道のブランドでアルファアノラックとかベストっていうのにもね興味が湧いてきました。でね、こちらはね今年の、3シーズンですね、特に、まあ、テント場とかナイトハイクでね、気温は低いんだけど、まあ、着るほどじゃないっていうようなね場所で、まあ、メインに使えるんじゃないかなと思ってて、今年のね登山もサポートしてくれるアイテムになりそうだなって思います。以上で大和道のアルファ腹巻き、ご紹介終わりにしたいと思います。ありがとうございました。